皆さんこんにちは。私たちは絵本のためです。東灘区を中心に小さい子どもさんたちにお話の読み語りとか、あと人形劇とかをしているボランティアのグループです。今日は敬老の日のお祝いということでお招きいただきました。ありがとうございます。皆さんに楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。
でちょっとだけ運気差が出てきました。はい、拍手ありがとうございます。誰でしょうね。皆さん、ご迷惑をおかけしてすみませんでした。次のがすぐ準備できますので、その間のんちゃんと申します。のんちゃんって呼んでくれる？のんちゃんです。どうぞよろしく。皆さん、今日は朝早くから集まっていらしたんですね。おじいちゃん、おばあちゃん、いらっしゃる？おじいちゃんがいるの、おばあちゃんがいるの。そうね、おじいちゃん、おばあちゃん、優しいでしょ。のんちゃん、何？じゃあね、のんちゃんがね、なぞなぞを出しますから、皆さんで考えてくださいね。いいですか？では、なぞなぞ。はい、のんちゃんどうぞ。あのね、風邪もひいてないのにね、お花ずーらずーらしてるのは誰だ？分かった。どうぞ。あったりー。ゾウさんです。お花いっぱい。ああ、ずーらしてますね。じゃあね、次のなぞなぞ、どうぞ。はい。ドライブよ。ドライブしてます。うさぎさんと、猫さんと、ネズミさんがドライブをしてます。ウサギさんとネコさんとネズミさんがドライブをしてるんですって。運転してるのは誰だ？ウサギさんとネコさんとネズミさんが運転をしてます。運転をしてるのは誰でしょう？みんな考えて考えて。考えてみて。わからないかな。だめ。一人だけ。一匹。誰でしょう。わからない。ヒント。ヒント言ったらすぐ当たりそうだもんな。のんちゃん、ヒントだって。答え教えてあげる？じゃあ言うね。答えはネズミさん。ネズミさん、どうしてかわかる？ネズミさん。運転中。ねえ、簡単なんだけどね。もういい。じゃあね、村内のお札、はにがりはにがり。昔、山の古寺に和尚さんと小さな小僧っ子がおったと。毎日毎日寺でお経を唱えておった。お経ばっかりでつまんないな。
か言ったか？いいや、なんも。ガン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 。ある日、小僧っ子は山へ栗拾いに行ったんだと。日がついたらいつの間にか深い山奥へ来ていた。夜中、雨の音に小僧っ子は目を覚ました。すると雨だれが歌っている。小僧っ子あぶねやてんてんてん、小僧っ子あぶねやてんてんてん。小僧っ子は気味悪くなってそっと隣の部屋を覗いたと。
すると昼間のおばさんがニカニカ笑いながら包丁を研いでいた。こそこんばかのニカニカ、こそこくいてやニカニカ。ヤマンバだ。ニダだ。こぞ。ほら、なんも見ねえ。ほら、便所行きて。俺の手の中にしれ。もったいねえ。おばさんの手の中になんか知れない。もう、だれそうだ。そんなら行ってこい。待て待て、腰に縄をつけてと。それいけ。ごぞいいか。まだまだピーピーの盛り。小僧、いいかいいか、まだまだピーピーの盛り。困った困った、どうしよう。あ、そうだ、便所の神様、便所の神様、ヤマンバが呼んだらどうかオイラの代わりに返事してください。お願いします。よしよし、わかった。縄を便所の柱にくくりつけて早くお逃げ。もしヤマンバが追いかけてきたら、お師匠さんにもらったお札を投げなさい。さあ早くお逃げ。神様ありがとう。小僧、いいかいいか、まだまだまだ。小僧、いいかいいか、まだまだまだ。さあヤマンバは怒った。いつまで便所にいる。逃げたか。待て、小僧、待て。あ、来た。そこまで来た。ああ、ああ、食われる。そうだ、白いお札、白いお札。大きな砂山、レオ。
曲で。花咲山。花咲山。斉藤龍介作、滝平二郎絵。驚くんでない。オラはこの山に一人で住んでいるババアだ。ヤマンバというものもおる。ヤマンバは悪さをするというものもおるが、それは嘘だ。オラは何にもしない。ちょっと怖かった。臆病なやつが山の中で白髪のオラを見て勝手に慌てる。そしては弁当を忘れたり、慌てて谷さを来たり。それがみんなオラのせいになる。あや、お前はたったとうのおなごわらし。たどもしっかりもんだから、オラなんぞおっかなくはねえべ。ああ、オラは何でも知ってる。お前の名前も、お前がなしてこんな奥まで登ってきたかも。もうじき祭りで、祭りのごつおの煮しめの山菜を取りに来たんだべ。ふき、わらび、水、ゼンマイ、あいつを油揚げと一緒に煮るとうめえからな。ところがお前、奥へ奥へと来すぎて道に迷ってこの山さ入ってしまった。したらばここにこんなに一面の花、今まで見たこともねえ花が咲いているので、どでんしてるんだべ。なあ、当たったべ。この花がなしてこんなにきれいだか、なしてこうして咲くのだか、そのわけをあや、おめえは知らねえべ。それはこうしたわけだしゃ。この花はふもとの村の人間が優しいことも一つすると一つ咲く。あや、お前の足元に咲いている赤い花、それはお前が昨日咲かせた花だ。昨日妹のソヨが、あなたもみんなのように祭りの赤い目を買ってきれって足をどれば出して泣いておっかを困らせた時、お前は言ったね。おっか、ほらいらねえからそよさ買ってやれ。そう言った時、その花が咲いた。お前は家が貧乏で、二人に祭り着を買ってもらえねえことを知ってたから、自分は辛抱した。お母はどんなに助かったか。さよ
女はどんなに喜んだか。お前は切なかったね。だどもこの赤い花が咲いた。この赤い花はどんな祭り着の花模様よりも綺麗だね。ここの花はみんなこうして咲く。それ、そこに杖を乗せて咲きかけてきた小さい青い花があるべ。それはちっぽけな双子の赤ん坊の上の子の方が今咲かせているものだ。兄弟といっても同じ時のわずかな後先で生まれたものが自分はあんちゃんだと思ってじっと辛抱している。弟はおっかの片方のおっぱいをうっくんうっくんと飲みながらもう片方のおっぱいも片方の手でいじくって離さない。上の子はそれをじっと見てあんちゃんだから辛抱している。目にいっぱい涙をためて涙がそのつゆだ。この花咲山一面の花はみんなこうして咲いたんだ。つらいのを辛抱して自分のことより人のことを思って涙をいいっぱい溜めて辛抱するとその優しさとけなげさがこうして花になって咲き出すのだ。花ばかりではねえ。この山だってこの向こうの峰続きの山だって一人ずつの男が命を捨てて優しいことをしたときに生まれたんだ。この山は八郎っていう山男が八郎潟に沈んで高波を防いで村を守ったときに生まれた。あっちの山は三個っていう大男が山火事になった追いだら山沢かぶさって村や林が燃えるのを防いで焼け死んだ時にできたのだ。優しいことをすれば花が咲く。命をかけてすれば山が生まれる。嘘ではない本当のことだ。山から帰って夫やお母やみんなに山んばから聞いたこの話をした。しかし誰も笑って本当にはしなかった。山祭って夢でも見てきたんだべ。狐に化かされたんではねえか。そんな山や花は見たこともねえ。みんなそう言った。そうだ。そこで綾はまた一人で山へ行ってみた。しかし今度は山んばには会わなかったしあの花も見なかったし花咲山も見つからなかった。けれ
どもあやはその後時々、あ、今花咲山でオラの花が咲いてるなって思うことが。皆さん今日は本当にお忙しい中、私たちのために楽しい、人形劇をしてくださいまして本当にありがとうございました。まあ、子どもたちだけではなくて私たちもみんな童心に帰って素直な気持ちになって子どものようになって今日は楽しむことができました。本当に今日は皆さんありがとうございました。